街を歩いていると目に入ってくるのはたくさんの建物。この物件の大家さんはどんな人？ぶっちゃけどのくらい儲かってる？街中のちょっと気になる物件を徹底調査。知ってるようで知らないあなたの周りの〇〇投資。やってきたのは都心から車でおよそ1時間半の千葉県君津市。こんにちは。こんにちは。よろしくお願いします。よろしくお願いします。会いに行ったのは須田敦さん。複数の物件を所有する大家さんでありながら、以前は市議会議員を務めたこともあるという経歴の持ち主。ズバリ何投資をされてますか？太陽光発電投資です。太陽光発電投資。須田さんが行っているのは太陽光発電投資。太陽光パネルで発電し、電力会社などに売電して収益を得ています。電力の買い取り制度が始まったのは7年前。売電価格は年々下がっており、最近では太陽光は儲からないとも言われていますが、実際にはどうなのでしょうか？案内していただいてよろしいですか？どうぞ。まずは中を案内してもらうことに。おー、すごい。こんな間近で見ることないですね。一番最初に太陽の光を吸収する場所なんです。あ、ここがですね。そうです。あ、なんかここちょっとひびが入ってますね。これってどういうふうな対応されてるんですか？台風などによる影響で物が飛来して壊れていると考えますので、はい、この傷では発電量に大きな影響は出てないと思うんですが、保険会社に報告して、そして保険で修理することになります。なるほど、保険が降りるんですね。このふかふかのマットはこれ何なんですか？防走よけゴムシートです。防走シートよりもゴムシートの方が強いんで、はい、シートを破って雑草が出てこない。なそのために防走用のゴムシートを引いてます。草が生えると小動物などが来て、はい、そしてこのケーブルなんかを噛んで損害を与えることが今までの事例の中に、不具合事例の中に報告されておりますので、はい、フェンスが張ってあるのも小動物とかそういったものを防止するものってことですよね。外界からの侵入を防止するっていう意味もありますし、約2年ほど前からフェンスを設置する義務があるんです。この基礎の部分がすごいガッチリしてますけど、理由があったりするんでしょうか？基礎工事については大きく分けて2通りあります。一つはスクリュー杭の基礎、それとまたこちらのように住宅のようにしっかり作る補強基礎、斜面に太陽光設備を設置してスクリュー杭でやってる、そういった場合に強風ですとか台風ですとか大雨の時に動きやすいというふうに言われています。こちらはそういったことを防止するために強化基礎で設置しています。楽町。あ、ちょっと気になったのを見つけましたよ。等間隔ですかね、うん、なんかこういったものがありますけど、これは何なんでしょうか？太陽の光エネルギーを直流電流として太陽光電池セルが吸収して、それを今度は交流電流に変換して、そして施設から送電され電線を通って皆様方のご家庭や事業所に送られているという、そういうシステムで、値段でいうとだいたい1機あたり30万円ぐらい。30万。これだけ大きな施設となると管理が大変そうですが、で、私だけでは全てを管理できませんので、管理業者にお願いをして清掃と、うん、チェック確認をしてもらって、不具合が生じている場合には連絡をいただく、そういうふうにしています。管理を行っている岩舘さんに実際の作業を見せてもらいました。結構覗き込んだりとかしないと見えないところもありますもんね。そうですね、クモの巣とかが張っているので、はい、あとは破損箇所がないかとかを注意しながら点検をまずしています。なんか頭打ちそうですね。そうですね、ちょっと低いので気をつけてください。すごい大変です。ちょっと足腰にきますね。はい。点検は年に4回行います。そのうち1回は高圧洗浄機を使った特別清掃を行うということで、この作業を見せてもらいました。おお、やったところが綺麗になんかなってる感じありますね。そうですね、これで苔を落としていく感じになります。さらにパネルについた鳥の糞などの汚れは一枚一枚手作業で拭いていきます。遠くまで届きますね、これ。そうですね。
あまり強い衝撃加えると故障の原因にもなってしまうので、あまり傷つけないようにやってます。複数人でやられるんですか？僕一人で、はい、やっております、大変ですね。賃貸物件の屋上にも太陽光パネルを設置している須田さん、住宅用にはある大きな違いがあるそうで。住宅用と産業の大きな違いは売電価格の違いが一つ挙げられます。家庭用が余剰電力の固定買取制度で1キロワットあたり24円、産業用が今14円になってます。ですからこちらの屋根に乗ってるのは設置したのがまだだいぶ前なんで、当時42円で売電をしてます。まあでも大きくは値段が違うってこと、ね、そうですね、買取価格ですね、はい、まあ、こちらから見れば売電価格が違う、はい、というわけで実際にどれだけ儲かるの、この後明らかに。楽町公式アプリ、全国6万件の収益物件の中から条件を細かく絞って検索、3000点の不動産会社と手軽にメッセージ。まずは初期費用から聞いてみました。パネルの工事費と土地代、総額おいくらでしょう？土地代を含めた総額は約1460万円です。その内訳として、パネル等の工事代金が950万ぐらい、土地が500万になっています。経費はおいくらになりますか？経費は年間約150万ほど見ております。ローンの返済額、施設の環境整備費、保険料、送電の電気代、その他含めまして150万ほどになっております。年間の収入っていうのはおいくらになるんですか？今年は170万円ほど予定しております。手残りは収入から支出を差し引きますと大体10万円ぐらいになっております。10万円、ちょっと思ったより少ないですね。月に8000円ぐらいですかね。年々下がっている電力の買取価格、最初に始めた人の方が有利ということなのでしょうか？表面的な見方ではそうですけども、必ずしもそうとは言いません。当時は工事費が1キロワットあたりだいたい40万円くらいかかっておりましたので、今はだいたい私のところで1キロワットあたり18万円ぐらいになっております。ということは、まあ、昔の方が売電価格は高かったけれども、工事費も高かった。今は売電価格は安いけれども、その分工事も安くなってるっていうようなことなんですね。その通りです。なるほど。ただし売電価格が安くなって工事費が安くなってると言いましても、施工業者はお客さんとの間で値段を決めていきますので、必ずしも今私がお話をした金額で施工してもらえるとは限りません。ですから経営の根幹である工事費については、いくらでどのようなパネルをどのような工事内容で施工してもらえるか、ここのところ注意する必要があります。よく調べることが大事っていうようなことになったということですね。おっしゃる通りです。なるほど。なんか騙されないようにするにはどういうふうなところを気をつけたらいいですかね？工事費の中にどのような工事内容で工事をするか、ここの部分がなかなか見極めにくいと思います、それと合わせて工事の単価、この2つが経営上大事なポイントになりますので、ここの部分がきちっと見極められれば事業としては成功すると思います。すでに事業を行い利益を上げて、実績を上げている方の紹介をいただく、こういったこともいい業者にあたる一つの方法かもしれません。フィット制度がなくなるみたいな話はありますけど、それについてはどうですか？廃止になった場合には事業としてはもう成立しませんので、事業化は難しいと思います。家庭用で、小規模で太陽光パネルを所有する方の場合は、自分の家庭のオール電化にして電気に使うとか、災害の時の電気に使うとか、売電制度がなくなったとしても環境制度のことを考えて広く見ればゼロではないと思います。なるほど。さらに国道沿いという立地もポイントなんです。立地を選ぶのに山の中を選びますと、農地から宅地にしたり山林から宅地にして、固定資産税が上がった上、事業を修理した時に土地の転用だとか、土地の処分ができないとなりますと、その後相続を受ける人に対して負担が残りますね、はい、なぜかというと買う人も現れないとなりますと、ここの場所ですと事業をやめた時にでも国道脇ですから、利便性は山の中よりもいいもので、売却することが可能だと考え買わせてもらいました。楽町
では太陽光発電投資のメリットとデメリットを教えてください。メリットですけども、大きくは環境に優しいということ、うん、次に、自分たちで電気を活用することができる。災害や地震が起きた時に緊急用の電源としても使うことができる。デメリットは買取価格が今下がってきていること、そして時期によって売電価格が変動すること、そして野立の場合には最後の土地の処分や解体撤去費用などもコストとして見とかなきゃいけないこと、こういったことがデメリットとして考えられます。最後に、今から始めるのはぶっちゃけありなのか聞いてみると、それは考え方によりますけども、プラスの点としてみると、売電価格が下がったとしても工事費用が下がってますので、いくらでパネルを購入し工事をするかによって収益に違ってきます。まずその点を一つ押さえといて、あとは実際の経費ですね。経費としてはローンで建設される方の場合には返済の元利の額、租税の額、リスクを転嫁するための保険料、土地の転用や処分、設備機器の処分費用など全ての諸経費を加えた収支計算書を作って事業として成り立つのかどうかを判断することになると思います。何事もそうですけど、簡単にお金が儲かるっていうことはありませんから、やはりよく勉強してちゃんと自分の目を研ぎ澄まして、よく人の話を聞いて、そして最終的に判断する、そういったことが大事だと思います。電力の買取価格によって収益が大きく変わる太陽光発電投資、工事費を含めた慎重な収支シミュレーションが求められます。次はあなたの街の〇〇投資探しに行きますよ。